2016年10月1日、曇り。初めての一人暮らしの初日。引っ越しの片付けを済ませ、テラスに箱を置き、疲れ果てた僕は空いたスペースに座り休憩をした。すると、テラスからごそごそと音が。なんだろう。窓を開けてみた。置いた箱の中に、一匹の生まれて間もない子猫がちょこんと座っていたのだ。僕はその子猫と、しばらく見つめ合った。今日のこの出会いが、僕の人生を大きく変えていったのだ。捨て猫シナモンが、今、ここから始まる。2016年10月2日、晴れ。僕は子猫が気になって、ちょくちょくテラスを見ていた。そして、その子猫に、シナモンと名前をつけた。生まれてから数週間くらい経っていると思う。幼いせいか、寝ている時間がほとんどだった記憶がある。少し元気がないように見えていたが、ママはどこにいるのかな？おっぱい、飲みたいだろうな。季節は秋。東京はだんだんと朝晩が寒くなってきている。シナモンはこれからどうやって生きていくのだろう。